バージ祭の村橋です。どうぞよろしくお願いします。本日お作りするのは、チョコレートコスモスという花からインスパイアされたカクテルです。その花言葉は恋の終わり。海外では恋人を辞めて家族になる、プロポーズで贈られる花として知られています。私はこの花を新たなステージに挑戦する皆様に寄り添う花と解釈し、本日のカクテルといたしました。それではメイキングしてまいります。ベースとなるのはこの2本、アフロディテとショコラディテ。チョコレートコスモスの花ことチョコレートコスモスの花びらは真っ赤なバラにチョコレートをまぶしたような艶やかな見た目をしています。その艶やかで真っ赤な彩りをパールパウダーがきらめくバラのリキュールアフロディテレットで表現いたします。こちらよく振ってから1杯あたり 30ml 注いでまいります。そしてチョコレートコスモスの名前の由来となったのはその見た目や香りです。チョコレートのような見た目からチョコレートコスモスと呼ばれることになりました。その名前の由来からリアルなチョコレートの味わいを知られるショコラディテで表現いたします。こちらもよく振ってから1杯あたり 10ml 注いでまいります。バラとチョコレート、古くから愛されるスイーツの組み合わせを本日のカクテルの主軸といたします。次にテキーラ。このチョコレートコスモスの作曲にはメキシコ、同じくメキシコで作られるテキーラがこのカクテルを作るのにふさわしいでしょう。1杯あたり 10ml 注いでまいります。このテキーラの草木のような香りがバラの香りを引きアフロディテレットのバラの香りを引き立たせ、同じくメキシコが発祥であるカカオ由来のショコラディテとも相性抜群です。最後にティアラ桜。コスモスを感じて秋の桜と書くように、満開の花びらを咲かせ皆様の新たなステージを歓迎しますように、1杯あたり 10ml 注いでまいります。バラとチョコレート、テキーラに桜と4つの素材が一つとなり、満開のチョコレートコスモスとなりますようシェイクでまとめてまいります。それではシェイクしてまいります。
グラスに濁してありますソルトで紅白の色彩と二口目以降の味わいの変化をお楽しみください。バーにおける新たなステージ、それは初めてバーを訪れるとき、初めてショートカクテルを飲むとき、また新たなフレーバーに出会うとき、そんなさまざまな新たなステージでこのチョコレートコスモスが皆様に寄り添いますように。また本日はそんな新たなステージのその先が末広がりに広がりますようにと願いを込めて、8枚の花びらからなるコスモスのコースターをご用意いたしました。それでは完成になります。ご賞味ください。